はい、今からちょっと警視庁に電話して、黒川君の刑事告訴について話をしていきます。すいません。選挙違反の刑事告訴状を持っていきたいんですが、どうしたらいいですか？はい、提出したい。はい、警視庁の方に提出したいということです。はい。住所地は、港区なんですけど、もうちょっと NHK 党の党首の立花と言いますが、警視庁の方にもう持ってきてほしいっていつも言われるので、住所地は港区ですが、できればちょっと警視庁の、いわゆる選挙違反の窓口につないでほしいんですが。はい。はい。これね、所轄に持っていかせようとするんですよ。はい。僕の場合だったら所轄麻布になるんですけど、これはもうこうやって警視庁に回すっていう技ですね。選挙カーはどこも。お待たせしました。どうぞお話しください。もしもし。すいません。NHK 党の立花という者なんですけども、お世話になります。ちょっと4月の統一地方選挙の時の、選挙の自由妨害のですね、告訴状をちょっと持っていきたいんですけども、ちょっとお時間いただけないですかね、今日の午後ぐらいに。はい。自由妨害、選挙のですね、演説中に、40分ぐらい騒がれて、結局演説中止になったと。で、すでに当日、臨場もしてもらってるんですけども、私服の刑事さんがビデオも撮ってくれてるんですけど、その後どうなったのかちょっとあまり分かってなくて、で、被害届も告訴状も出してないので、一応、処罰感情があるということで、念のために告訴状を、受け取っていただくだけでも全然いいですけど、中身十分整えてますので。当時の方が難しいですか？もう、そっちの方が早いかなと思ってて、その本部の方が。もう全然、とにかく内容は十分しっかりしてるので、ちょっと折り返しさせていただいても大わか丈り夫ました。はいはい、お待ち。ですか？何番に折り返せはばいいですか？い、080-2508。はい、9347です。08025089347ですはい、ね。お願いいたします。すみません、失礼いたします。はい、失礼します。